皆さんこんにちは、井上嬢です。今日は日本人が間違って発音している英単語を3つばかり紹介したいと思います。まあ日本人がと言ってもですね、みんながみんな間違って発音しているわけではないので、そこはご了承くだちんぽ。というか発音っていうか、もうむしろ言い方ちげえっていうレベルなんですが、まず行きましょうか。ロックは好きですか皆さん？うおね、ロックのコンサートとか行く人も結構いると思うんですけども、やっぱあの日本のロックフェスとかも熱いですからね、最高なんですが、このアクション、この首を振るアクションなんて言いますか？ん？ヘッドバンキング。違うわ。正しくはヘッドバンギングだ。ヘッドバンギング、ヘッドバンギング、これをヘッドバンキングって言ってる人が多いんですよ。これね、正しい言い方を知ってる人たちから言わしてみれば、っていうか僕から言わしてみると、うぞぞっとくるんですよ。英語圏で津波のことを津波って言ってる人ぐらい気持ち悪いよ。違うよ。カラオケを蹴り置きって言ってる英語圏の人たちぐらい気持ち悪い。バンキングじゃないよ。ね？ヘッドバンギングだよ。銀行関係ないだろこれ。バンギング、バングするんだ、バング。いいか。じゃあ次行くよ。次、最近インターネットで流行っている、他の人から資金を集めて何かを始める、これをクラウドファ何？クラウド言ってごらん。うん？何何？言ってごらん。ね、クラウド、その後何？クラウドファウンディング。違うわ。クラウドファンディングだ。ファウンディングじゃないんだよ。何も見つけてはいないんだよ。あ、雲見つけた。違う。クラウドファンディング。ファンドだよ。ね、お金、ファンド。ファンディング。クラウドファンディングだから。ね、覚えといてね。でもね、一番俺が気になっているのはこれなんだ。僕の大好きなロックバンド、ニルバーナ。っていうかニルバーナっていう発音も違うからね、なんかニルバーナ、ナバーナって感じの方が近いんだけどさ、でもそんなこと気にならないぐらいひでえ発音があるんだ。ひでえ発音っていうかもう読み方間違ってんだ。ニルバーナな、まあここはあえてニルバーナと言うよ。ニルバーナというバンドがね、いたんだ。すごい有名なバンドだ。で、そのフロントマン、つまりギターを弾いてボーカルを担当していた人はね、カート・コベイン。これが正しい発音というか正しい読み方なんだ。これを日本では何というか、カート・コバーン。ちげえよ。カート・コベインなんだ。カート・コベイン、これどう考えてもカート・コベインだろ。カート・コベイン、どう考えたってカート・コバーンにはならない。カート・コベイン、ちげえよ。どれぐらい違うかって、井上嬢をジャスティン・ビーバーって呼ぶぐらい違うんだ。これあんまりね、まあそんなちっちゃい細かいミステイクどうでもいいんじゃねえかっていう人がいるかもしれないけどね、これ大きな違いですよ。じゃあ、例えばあなたの名前が田中さんだったとしますよね。ああ、テネケセンって呼ばれてるのと同じですよ。テネケセンじゃねえだろ、田中だろ、なあ。交番はないわ。だ、危険なんですよ。日本に海外由来の言葉が入ってくるとき、その責任重大なんですよ。これをカタカナ表記でどう読むかっていうのをこう広める人っていうのはね。だからね、コバ困るんですよ。コベインだからね。だからぜひ日本の偉い人の皆さん、この言葉はカタカナ表記する場合どう言えばいいかって気になってる人は私のところに来てください。少なくともコベインをコバーンとは言いませんよ。 OK、 それでは今日も役に立ったかもしれないそんな情報を皆さんにお届けできたかな。うん、皆さんちゃんとした質問はここへ、生配信の時にでも。カモン、井上嬢でした。それではまた。マンコ。So respect in the car we go pull
Prosthetic Life。